こんにちは。今日はじゃん、この100均、500マグ、これの蓋を作りたいと思います。それでですね、これがですね、100均の、蓋付きボールかな。でですね、裏返すとこんな風に段差ついてますけど、この部分がですね、微妙に、サイズが合うんですね、実は。それでですね、ここをカットして蓋として利用してみたいと思います。まあ、ぴったしカンカン、こんな感じですね。ちなみにですが、このマグカップ、このハンドル、これはですね、ここ、カットをしまして、こんな風にハンドル自在に曲がるように付け替えました。これで収納が、楽になります。結構ね、これラーメンいっぱいいけるんですよ、実は。遍路に行った時ですね、まあ途中で、一緒になってもひっつかれてね、おじさんに自転車、同じ自転車でね、結構ずっと、走ってたんですが、最後の方ね、そのおじさん、何にも持ってなくてね、もうまあしょうがないからね、私作ったラーメン、お裾分けするに、まあコップもないからね、まあその時私もたまたまこれ、人しかなかったんですけど、これを貸して、差し上げましたが、それが実にちょうど良かったんで、これはいけると、はい、そんな感じでね、これに、これを最小コンポの鍋セット、にしようかと思いまして、蓋製作にかかりたいと思った次第でございます。ではカットしたいと思います。じゃん、ジグソーでガリガリ、やってきましたが、ちょっとポコポコ、こんな感じで傷しちゃいました。ちょっと手荒かったかな。でもこんな感じでぴったりです。もうちょっと長めに撮っとったらよかったかな。おお、いいじゃない。ちょっとまだ仕上げ、このバリを、こんな感じでヤスリがけ、して仕上げたいと思います。ちなみにですが、これ一応100均のステンレスなんで、磁石でこんな風にひっつきますので、これ蓋の取っ手はこんな感じでね、磁石をひっつければいい感じということで、しまうときはね、こんな風にすれば邪魔になりませんということで、100均の500マグに、蓋を製作してみましたでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。